僕がおじじにちょっと紹介すると、はい、僕が過去に野良ランクをやってる時に野良ソロランク、マッチングした方です。半端ないそういう出会いだよ。なんか意気投合したというか、なんかなんて言ったらいいんですかね。そうですね、うん、なんかおもろかったんですよね。そうですね、同じ匂いを感じたというか同じ匂いを感じた芸人って言われてるらしいですよ、リキアさんも。あはー、全然なんか私はもう可愛い系でいこうかなって思う。早いねん、だからツッコミが早い全部言ってない。もう今ので大体分かったわおもろい人。これどうしようかな。一旦ここでもいいかも。で、円と縮まったら見る。 OK です、それでいきましょう。はい、 OKあれあれあれえ、かわいこ、ダメなんすか。あの、やめといた方がいいと思う。やめといた、ちょっと許せなかったおかしいなぁ。でも、なんでよ、それはそうなんでよいいキャラしてんなぁ。わかんないけど想像でいいんだけど、はい、もし気になる男性とゲームするとき若干自分声高くなるなと思う。いや変わらなさそう。そう、好きな人がいたとして、うん、山君でもさ、たまたまどういうことになりましたってなったらちょっと声高くなる。あ、でも高くなるかもしれないですね。歌ってる歌ってる、すごいな。こいつ言うてもた。それはそう。キャラしてるな。でもどうだろうな。え、男性がさ変わるもん、好きな女の人と一緒にやるってなったら。いや変わらん。いやわかんない。でも多分変わる人の方が多いんじゃない。生きる人多いんじゃない。ちょっと生きたくなるもん。なんか活動してる人はさ、実際さ、もう表に出てるから何もないかもしれない。そうじゃない人は多分多いと思うけどな。全くですね、デリカシーないんだ僕。なんか激ロが口癖ないそう。しかもなんかちょっとマイクに近づけて激ロみたいな。キモ。キモ。黙れってなる。じゃあやれよって。じゃあキル取ってこいよってそれはそう